思います。そして、リアス試合だけではなく素晴らしい試合を作っていただきました空間ポイントメンバーズのサポーターの皆さんもどうもありがとうございました。それでこの細かい部分というのは勝負の分かれ目というところをもうちょっとやっぱりみんな頑張ってますし一生懸命やってますけどそこからもう一度上行くにはそこのところをしっかりやっぱり今日勝さんが4試合連続で怪我でしたけども今の怪我の状態を広めるというところを教えていただければ、試合に今日選ばれてないわけですからまだ試合をできる状況じゃないというのがあるし最後の質問であればここでプレーした選手の質問をしてもらいたいなと思います。ありがとうございます。よろしいでしょうか。それではこれで有名監督の記者会見を終わらせていただきます。どうもありがとうございました。怪我の状態はいかがですか。